緊急事態宣言中&日曜の夜ということで、飲み屋はほぼ空いてなかったので駅前で晩ご飯にした。ホッケのすり身汁が気になる。メニューはこんな感じ。生一丁13番さん、シャレいただきます。汁13番さん、すり身ダブル、すり身ダブル、お皿は7種類。湯飲みもいいね。新生姜がたっぷり舞います。2階建て黒が上、骨切りとるのし、カツツキ、ホッケのすり身汁、ニシンは北海道ならでは。2階建て生サーモン、花丸といえば2階建て、さばき、季節の4人前、天ぷら塩しめ赤いか、本マグロとのたたきに巻物ではなく握りってのが珍しい。炙り縁側が焦がす醤油に、炙りトロサーモン焦がす醤油に、ペッパー巻き、新生姜がたっぷり舞いまし、2階建て黒が霊、骨切りとろろにしん、カツツリ、ホッケのすり身汁、大根でかい、人参もでかい、つみれもでかい、うまい。炙りサバ、2階建て生サーモン、ハマチ、うん、俺にするわ。で、マッチ青きいいっすよ。え、グルメキダブル、天ぷりを締め赤いか、うん、今俺やるから本マグロとろろ確認、炙り縁側焦がし醤油に、次はポニョ様行きます。炙りトロサーモン焦がし醤油に、大体約1本分5時間もかけていただきます。鉄火巻き、あとはさらに、たらふく食べました。
ごちそうさまでした。